皆さん、こんにちは。世の中をリーガルチェック弁護士の高橋です。ケのトビックはこちら。画期的な判決です。YouTube の通報、制度を迂闊に利用すると、結構重い損害賠償請求を受ける可能性がある。そういった判決が今年の12月に出ました。で、この判決を取られたのは、まあ、弁護士の加藤先生。YouTube をやられている弁護士の加藤、交渉人の加藤先生ですね。で、加藤先生から今回資料提供をいただきましたので、今回の事案についてまるっと簡単に解説させていただいた上で、今回の判決というのは、今回 YouTube が問題になります。 りましたけれども YouTube だけではなくて通報制度のある Twitter とか Facebook その他の SNS にも、まあ、広く、まあ、当てはまる判決かなと思いますので何故今回のような判決になっているのかそのあたりのポイントについて弁護士としてまるっと解説していきたいと思いますまず事んです先ほども解説させていただきましたし、まあ、加藤先生自身も動画を上げられてますので概要欄に貼らせていただきますで、まあ弁護士の加藤交渉人という名前でやられている加藤先生が今回の原告の代理人です で、今回の原告本人さんと被告本人さん。まあ、被告は、ま、厳密には二、まあ、二名いますけれども、まあ、被告側ということで丸めて被告と書かせていただいてます。で、原告も被告も編み物系の YouTuber。まあ、ま、ケイトとかの編み物を挙げられている YouTuber ですね。で、原告さんが、ま、令和の元年と令和の二年に動画を二つアップした。で、それに対して被告側が、ま、著作権侵害通知を行ったと。いわば自分の、ま、著作権を侵害しているということで通報を行ったわけですね。で、まあ、皆さんも YouTube やられてると、まあ、見たこともあること。 場合によっては通報されたこともある方もいるかもしれませんけれども、まあ、動画の右下のところに報告というところがあって、その中、報告の内容を見てみると、例えばま、暴力的だとか、犯罪的だとか、まあ、性的な表現だということに加えて、権利の侵害、プライバシーの侵害とか、所属権の侵害ということで、まあ、通知をすることができると。まあ、これもまま通報と言えるかなと思うので、通報と呼びますけれども、この通報を被告側は行ったと。 いうことです。で、これに、まあ、これを受けて、まあ、YouTube 側の方で、今回原告さんが上げた動画について削除。まあ、厳密に今削除というか、まあ、非公開になったのかなという感じでも削除という形になったと。 いうことですと。で、著作権侵害通知が、まあ、なされただけで私たちには赤番にはなりませんけれども、アカウントが使えなくなると。まあ、動画は全部消えるという話にはなりませんけれども、警告を3回受けてしまうと、まあ赤、赤番になると。まあ、そのアカウントは使えません。そのアカウントの人は、もう他のチャンネルも、まあ、オープンすることはできませんということになると。 いう状態になって、原告側としては異議の申し立て、まあ、代理人を通して異議の申し立てを行ったけれども、ただちには復元されなかったと。道具が非公開のままで続いてしまったというところで、昨年の8月に、令和2年の8月に提訴をしました。具体的な内容としては、まあ、医者料としての100万円、プラス広告収入分、プラス弁護士用ですね。これの3つの損害を請求した。 ただまあ YouTube 側もこの提訴が結構ニュースになったのでそれを受けて対応したのかなと思いますけれどもこの月の月末にこの動画自体はまあ被告側から具体的な資料が提供されなかったということで YouTube 側の方で復元されましたと。で、この裁判が続いていたわけですけれども今年の12月21日に原告側 が調査すると被告が原告に対して損害賠償を払いなさいというような判決が出されました、まあ、内容的にはだいたい7万円ぐらい払うと5万円の精神的な慰謝料とあとはその広告収入まあ一出利益ですねそれプラス弁護士用という感じでトータル7万円ぐらいになってますと、まあ、決して高くはないですけれども今後その額は広がりを見せていく可能性があるかなと思いますこれが事案ですでこれを受けてまあ今回の判決に至ったポイントというところでまる、あ、と解説させていただきたいと思います まず一つ目のポイントですけれども、まずそもそもの問題として、この編み物というもの自体が、いわば著作権侵害なのかと、今回は著作権侵害だということで通知通報を行っているわけですけれども、そもそもの問題、この編み物、とか編み物の動画というものは著作権を侵害していたのかというところについて、裁判所は結構まあ慎重な判断をしていますと。で、これらについては基本的には著作権侵害にはならないというような判断をしていますと。 で、まあな、なぜかというところですけれども編み物というのは、まあ、基本的にまあ編む、まあ、スキルとか技術の問題ですよね単なる技術とかアイデアそういったものというのは著作権そのものでは保護されませんと ということになります。まあ、他の場合によっては、まあ、特許とかそういったところで技術とかは保護される場合ありますけれども、著作権として侵害されるものでは基本的には当たらないと。まあ、アイデアで言うと例えばタイムリープに関するアニメとかたくさんあるわけですけれども、タイムリープで恋愛ものという意味での、まあ、アイデアをもう使っちゃダメって話になったら、まあ、東京リベンジャー作れなくなっちゃいますからね。ということになっちゃうので、まあ、アイデアとか技術、それはもうみんなが使ってるもので、みんなで共有するものなので、それらについては必ずしも著作権侵害にはなりませんと。ただ それを超えて、まあ、個性なる美術だったりとか、まあ、表現行為だという話になった場合には、著作権として侵害、著作権侵害が認められる可能性がありますと。で、あとその編み物動画の方ですけれども、 まあ、編み物自体が基本的には、まあ、あの、著作権侵害にならないとしても、その動画の構成とか発言とか、そういった表現部分が、まあ、パクリ、パクられてるって話になったら、それは表現部分のパクリということで、著作権侵害の可能性が出てくると。っていうことになると、この原告の動画が被告の動画に異憾、被告の動画パクって作ってんのかというところが、まあ、判断されなければならないんですけども、今回は別にパクリもないよね、ということで、異憾もされてないということで、まあ、編み、今回の編み物、このスキル部分、 自体にももはははは著著作作権権侵害はななないいいし、しし動画ととてもパクリういいうよ判う判断を裁判所はしましず、まあ、難しいところですよね。まあ、著作権侵害になるのかどうかというのは、まあ、結構その難しい法的な問題があります。まあ、著作物なのか、もう、表現なのかアイデアなのかっていうのは、すごいこう、線引きが難しい。かなりケースバイケースのところがあるので、そのあたりのところについては十分な確認をしなければならないかなと思います。そして二つ目の問題として、まあ、今回、まあ、根拠のある通報じゃないと過失があるのかと。 今回も編み物に関して自分の著作権侵害,が侵害されたと思って通報してるわけですけれども、この結局、一般人の感覚としてこれって権利侵害じゃないのと思っても、それが法律家の観点から見たら、それは権利侵害じゃないってことはあるわけですね。で、そういった場合に、じゃあその一般人の感覚で通報したら、じゃあもう全部アウトなのというところについても結構ま面白い判断をしています。今回の裁判所の判断としては、 ま、そもそも YouTube のガイドラインなどを見てみても、著作権侵害の報告を行う場合には、そもそもそのものが著作権侵害を行っているのかどうかというところ、プラス自分にその著作権という権利があるのか、そういった部分も含めて、まあ、一定の確認を行ってくださいねというふうにガイドラインに書いてあります。というところなので、まずちゃんと確認をしなければならないということは YouTube からの要請としてもあります。でその上で、著作権侵害かどうかについて、一定の確認などを行う必要がありますと。 一定の確認というのは、まあ、ちょっと侵害だろうと思うだけじゃなくて、まあ、特に著作権について今回のように、まあ、技術やアイデアじゃなくて、ちゃ表現なのかどうかというところについての、まあ、ある意味専門的な知見などを得て、得てますかというところも含めて、一定の確認を行う必要がありますよというようなことが今回の判決に書かれている。だけれども、今回の被告側としては、こういった一定の確認をちゃんと行っているわけではなくて、独自の見解、被告が 自分は著作権の侵害を受けてるんだという自分の独自の解釈で突っ走って、まあ通報したでしょうというところで、今回の裁判所としては過失を認めてますと。まあ今回は損害賠償請求で、まあ不法行為に基づく損害賠償請求なので、不法行為が行われてそれが故意または過失で、なおかつ相手方に損害を生じていなければならないというわけですけれども、原告が主張する被告側の不法行為、被告側の過失として主張していたもののうち、被告側としては 本来、著作権侵害の可能性があることを認識しながら十分な確認を行わずに、独自の見解で突っ走ったでしょうというところで、そこに過失があるという判断がなされている。で、次に、過失があったとして、じゃあ損害があるのか。ここはまあ今回の判決のまあ一つ面白いところかなと思うんですけれども、通報されましたと。確かに、 今回の件で、まあ、非公開にはなってしまったけれども、現に赤番になってるわけではないと。アカウント停止になってるわけではない。ということで、アカウント停止の不安が生じただけじゃないのと。具体的に、まあ、その、例えば自分の近く車がボンって通っただけで、まあ、あの車のせいで自分は不安を覚えました。怖いと思った。だから損害賠償請求。っていうのが、必ずしもできるわけじゃない。 単なる不安感を超えて具体的な損害、精神的な苦痛が認められないと、通常は損害賠償請求は認められません。で、今回被告側としては赤番のリスクがあっただけじゃないの、ということで、まあ、その精神的苦痛は単なる不安感じゃないですかというところ、それプラス、この、 まあ、意義の申し立てを行ったけれども、ターチに復元されなかったのは、これは被告のせいじゃなくて、それは YouTube 側のシステムの問題でしょうと、というところで、精神的苦痛、法的保護に値する精神的苦痛があるのかどうかというところが争われたようです。しかし、ここについては、まあ、YouTube をやってる側としても、まあ、動画をアップしてる側としても、あと見,見られてる側の皆さんにとっても、まあ、面白いというか、なるほどなと、裁判官も考えてくれたなというような判事、判断がなされています。 まあ動画の投稿とか共有などを通じて、この YouTube 界というか、YouTube の中でも動画の投稿や、まあそういった共有を通じて、他の利用者、アップしている人、そして見る人、その双方向での他の利用者との関係によって、人国的な利益が生じているでしょうと。う、いわばつまりこの動画をまあ投稿してそれを共有すると。まあ、アップする側、見る側として一つのこうコミュニティができているでしょうと。一つの社会ができている。 で、そこの、そこの中で、まあそのある意味この人格的な利益。そこで、まあ勝手なことをされないと。まあ消されないとか。まあその自分がそこに、まあ動画をアップする利益。そういったものっていう、ある意味この人格的利益があるわけで。 これを、ま、結局のところ赤番されるリスクがありますよねとか、もしくは動画が削除されてしまうということによって、この人格的利益が享受できなくなる可能性がありますと。そういった可能性が生じている場合には、やはり精神的な苦痛が生じているんじゃないですか、というような今回の裁判所の判断です。 これって結構まあ大事だなと思う、思いますし、これってツイッターとか、まあ他のフェイスブックなども通じて、それぞれ言えるわけですね。で、今後やっぱりその IT の技術が進んでてもメタとかの世界になっていくと、やっぱりそういった世界に自分が行くこと。 ユーチューブだったらユーチューブをアップして、まあ、その見てくれてる方々とのやり取りをする。これは一つの社会になってるわけで、この社会に対してもやっぱ動画アップすることがまあ禁じられてしまったりとか、そもそもまあ赤場になってしまったらそこに入ることができなくなる。もしくは一定の拘束を受けるというところで、ちょっとコミュニティから排除されたりとか、そこの中で一部も身柄拘束をされてしまうというような状態になっちゃうでしょうと。 そういった可能性がある、もしくは実際にそうされてしまったということだけで、やはり人格的な利益の侵害がある。やはりそれは精神的な苦痛を負ってるよね、というところで、まあ、多くはないけれども、損害賠償請求、精神的な苦痛を認めたというところになるかなと思います。というところで、まあ、今回の判決のミソとしては、まあ、編み物そのもの自体については、まあ、ただちに、まあ、調査権侵害になるわけじゃないよね、というところ。 それプラス、そういった権利の侵害については、一定の確認をやっぱりその法的な観点からもチェックすべきだったのに、独自の観点でやったらそれはやっぱり違法になる。まあ過失があるということで、損害賠償請求を受ける不向になっちゃいますと。 で損害の方ですけれども動画アップできなくなるそういったリスクがあったりとかも動画が非公開されてしまうということはコミュニティ内での活動を制限されるという意味で人格的な利益それに対する侵害だということになるので精神的な苦痛が認められてそれは法的に保護に値するから慰謝料請求の対象になりますというのは今回の判決です。これはもうツイッターとかでもツイッターでも結局社会ができているわけですしフェイスブックでも同じような社会ができているその中での通報を行ってそういった表現ができなかったりとかそこに入れなくなる。 そういった場合には遺車両請求が発生するというかなり画期的な判決かなと思いますで、今回はトータルでの7万円ぐらいの賠償で今回の精神的苦痛については5万円の賠償ですとまあこの金額自体はもうえないかなと思うんですけれども余談ですが今回の判決を踏まえて今後被告側に対する賠償の額は上がっていく可能性があるかなと思いますそれはなぜかというところですけれども やはりこの今回の件で原告被告通常やっぱ YouTube だと YouTube で結局アップしてる人とかコメントを書いてる人通報した人って匿名で行ってる可能性があるまあそのアカウント内での、まあ、匿名ですよね僕はまあ自分の名前でやってますけれども匿名でやってる人がいたりするわけで匿名でそういったことを行ってる人がどこの誰なのかというところを調査しなければならないと。 こういった調査を行って IP アドレスを開示してでも具体的にプロバイダーから相手の所在を確認するというような調査活動が必要だった場合にはその調査費用 を被告に対しして損害賠償として請求できる余地がありますこれについては、以前には誹謗中傷の判決を取られた藤吉弁護士ですね、二番戦時の藤吉弁護士が画期的な判決を取られましたけれども、このまあ調査費用、大体裁判2段階なので40万、四十万で80万円ぐらいの調査費用を被告に賠償を認めた判決があります。ですので、今回もしも被告側、 の、ま、所在とか名前の調査のために、そういった IP アドレスの開示と、プロバイダーに対する個人情報の開示を行っている場合には、この調査費用もプラス損害賠償として請求できる余地がある。そうすると今回、精神的苦痛が5万だとしても、この調査費用で80万円、90万円の賠償請求が認められる可能性があると。それに、まあ、それだけじゃなくて、そもそもの問題として、 今回のような相手に対する著作権侵害などを訴えて賠償を行うなどをした場合には、当然弁護士を使って裁判をしなければならないという可能性がありますと。で、弁護士を行って裁判を行う場合って、まあ、損害の1割が認められるというのが一般的な裁判の実務ですけれども、以前に、 この民泊を行った人、マンション内の管理組合が民泊を行っている人に対して損害賠償とかを行った裁判があると。で、その裁判では、この、その相手方、民泊を行った人に対しての弁護士費用50万を認めたという判決があります。 このように、まあ民泊な賠償でもありましたけれども、弁護士つけて訴えなきゃならなくなったんだから、それってもう、まあ、単純に10%じゃなくて、通常弁護士に対して依頼する場合に訴訟でかかる費用、30万から50万ぐらいは少なくとも被告側に賠償責任を負わせてもいいんじゃないのという形で拡大していく可能性がある。そういった部分が乗ってくることを考えると、迂闊な通報をしただけで、仮にポチッと押してしまっただけで、 自分の弁護士仕様を考えると、100万以上のお金が飛んでいく可能性が出てくるわけですね。それを考えると、やはり今回の判決というのは、YouTube、Twitter、Facebook などを通じて、SNS など、もしくは動画などの中で、通報を行うのをうかつに行ってしまうと、自分のノリで、独自の判断でうかつに行ってしまうと、100万以上の賠償を受ける可能性があるということになるかなと思うので、 まあ皆さんが皆さんこう通報するわけじゃないと思いますけれども通報するにあたってはそれだけのリスクがあるということを皆さんは認識していただきたいと思いますですのでまあまあ今回の件ももっと概要深いところについては加藤先生の動画などをまあ見ていただければと思いますあとまあこの件についての質問とかあとはこれ系のですね、まあ、通報とか YouTube に関する損害賠償とか誹謗中傷とかについても、まあ、僕自身もそういった活動を行ってますのでこういった件に興味のある方はチャンネル登録お願いしますということで今日はこれまでそれじゃまた